ミックスにつながるための声を出すためには正しい地声と正しい裏声とが出せる必要があるし、でそれらを混ぜ声ですしていくような作業も別に必要ないし、でそのためにはそもそもこうブレスだとか姿勢だとか基本的な部分は土台にあるけれどもっていうところになります。この番組はコラボスポンサーでしょうな。お疲れ様。はい、どうも、こんにちは。マイスクリーム講師のデスの兄様でございます。今日もよろしくお願いします。今日のテーマはミックスボイスっていう感じでやっていきたいと思っています。実は、これ皆さんね、意外ってよく言われるんですけど、まあ普段ね、僕、デスボイスとか、ホイスボイスとか普段特殊な発声とかね、普通の人があんまりできないような発声を専門とするボイストレーナーなんですけれども、だからなんかいろんな声が、出せます。僕出せます。出すっていう自負もあるし、皆さんもそう思っていただいてると思うんですけれども。だからね、意外って言われるのが、ミックスボイス、僕、すっごい習得めちゃくちゃ苦労したんですよ。本当にね、まあ、まだね、もっと精度伸ばせると思ってて練習はしてるんですけど、まあ、ある程度の、水準に来たなと思うまでに、もうほんと3年半とか、4年とかね、そういうレベルで、かかってます。僕ね。で、その3年半4年っていうのはもうめちゃくちゃ努力をして、それぐらいかかったんですよ。だから、本当に習得苦労したんです。これ嘘言ってなく本当にしました。なので、習得で苦しんでる方とかの気持ちめちゃくちゃわかるんですよ。なんか歌い文句とかじゃなくて、本当めちゃくちゃ芯からわかるのね。うん。だし、まあ僕はもっとね、もっと練習してもっと上に行きたいと思ってるんですけど、それでも、現時点で僕の中ですごく苦労した僕が行き着いたマインドっていうか、これが大切だわって思うポイントがありますので、今回はそれをお話ししていこうと思ってます。ミックスボイス習得とか高い声出したいとか、満足に歌えないとかいう方の、お役に立てるかと思いますので、ぜひ最後までご覧いただいて、まだチャンネル登録お済みでない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それから高評価もしていただけると嬉しいです。ということで、本編いっちゃいましょう。さあ、それではですね、まずとりあえずは、僕の今の出しているミックスっていうのを、まずは聞いていただきたいんですけれども、まあ、この辺が、今の僕のミックスが、今こんな感じなんですね。今これトップが A4 なんですけど、あんまりこうなんかめちゃくちゃ張ってるとか、弱々しいとか、あんまり印象ないと思ってて、まずまずのいいバランスかなと思っています。まずまずって表現してるのは、まだ全然改善の余地があるなと思って、いますが、まあ、ある程度胸張ってミックスしてるって言える、感じかなって思っているので、まあそういう表現をしてます。で、これを聞いていただいた上で、冒頭に申し上げた僕が行き着いたそのポイントって何なのかっていうところを、まず結論から申し上げていきたいんですけれども、ミックスボイスは、地声です。ドドンってなってると思うんですけど、地声なんですよ。で、もちろんこれは語弊が、あるというか、ありまくります。地声ではないんですけれども、表現として、そういう風に捉えてください。大きく、その理由というか、その意識をしていくためのポイントというかが、ポイントのポイントみたいなね、のがね、二つあるんですよ。二つっちゃ二つ、一つっちゃ一つなんですけど、まずは、ミックスボイスって、技じゃないんですよね、別に。僕ね、先日ね、ちょっとこんなツイートを、先日っていうの超前なんだけど、お前の時間軸どうなっとんねんって話なんですけど、こういうツイートしたんですよ。ミックスボイスっていう言葉がマジで罠だと。ミックスボイスとは、ただ単にいい声の状態のことを言うんだという、そんな胸のツイートさせてもらったんですね。まだフォローされてない方ぜひフォローお願いしたいんですけどね。こういう発声関係のツイートしてるんで、たまに。そう、こういうツイートした通りで、なんかね、ミックスボイスっていうワードが一人歩きしてるんですよ。混ぜるものだという認識があまりにもなんか市場に出回りすぎてて、なんかこう裏声と地声を混ぜた何か特殊な技法なんだみたいな、そういう、認識の人も多いし、いろんな人がいろんなことを言ってるからもうぐちゃぐちゃになってる人が多いと思うんですけど、もっとシンプルに考えてほしいんですよ。なんかね、技じゃないです。例えばなんかよくあるアプローチなのが、例えば裏声地声ですね。とか、まあ普通のエッジボイスとかから、なんか混ぜましょうみたいな。そこからこう、これを強くしてミックスボイスが出ますみたいな。簡単5分ミックスボイスみたいな。そういうのあるじゃないですか。もともとめちゃくちゃ素質があった人。もう100分の1とか1000分の1とかで素質があった人が出したものじゃない限りは、基本的にはミックスボイスじゃないと思ってもらって差し支えないんじゃないかなっていう、個人的な
意見です。まあ、広くで言ったらミックスなのかもしれないけど、まあ、なんかミックス風とかになっちゃうかなと思ってます。そういうね、ポンって出せる技じゃないのよ。メラゾーマを打つためにはメラを覚えなきゃいけないわけよ。メラも覚えてないのにメラゾーマをいきなり打とうとしても打てないのよ。この例えが合ってるかはさておいて、そんなイメージですと。いきなりなんかやる、なんかドン出る、はい、ドンみたいな、そういう感じではないんですよね。こうではなくて、地声です。地声。あー、あー。こういう感じの、ちゃんと鳴ってる地声の状態をキープしてったまま、上げていければ、勝手に高い声出るんですよ。シンプルに、こういう、ちゃんと鳴ってて、ちゃんと楽で、ちゃんとバランスの取れてる。張りすぎてもない、弱くもない、ちゃんと均衡の取れてる、楽で音の大きい響きのある声が出てれば、それを上げていけばミックスボイスになっていくんですよ。なんならこの地声がミックスボイス、今僕が出した声がミックスボイスなんですよ。なんならね。で、ここからね、理由というかポイントのもう一個目に入るんですけど、何かを切り替えるっていう感覚もないです。ファースト、セカンドがあって、ここから切り替えて切り替えてみたいな、結果としてはあるかもしれないです。だし、考え方として全然いいと思います。ですが、実践で考えた時にそんな意識ないんですよ。プロの歌手の人とか見てて、地声で高い声歌ってるなーって、ミックスボイス知る前とかって思ってませんでした。普通に地声だと思ってませんでしたか？少なくとも僕はそうだったんですよ。地声高いなーって思ってたんですよ。で、それはそのままそう思っといていいんですよ。なんか変にミックスボイスっていうワードとかヘッドボイスってワードを覚えたから、どっかからこうなんかこにくり回して何かを切り替えて、それこそさっきで言うところの何か技を途中から使ってとか、そういうのじゃなくて、プロの人もそうだし、僕なんかはまだまだですけど、ミックスの精度が高い人とかっていうのは、もう一本線です。もう何も変えてないです。いい地声を出して、そのまま高い声を出してるだけなんですよ。で、その声っていうのは、さっきのね、ツイートにもあったんですけど、結果として、裏声っぽくもできるし、なんなら裏声にもつながるし、もっと強く地声っぽくもできるしっていう、ただ単にバランスの取れた、その人が出してていいなって思う声に過ぎないんですよ。めちゃくちゃシンプルでしょ。でもね、僕これ本当にそう思ってるんですよ。僕もなんかこう、いろんなね、情報がある中で練習してきたんですけど、でですね、僕は大変ありがたいことに、周りにはプロの、ボーカリストがたくさんいますが、ここから切り替えてるぜ、みたいな人は、いないっす。言われてみれば、切り替わってるのかな、みたいなレベルはいると思うし、僕も、そのレベルだったらあるんですけれども、意図的になんかこう、チェンジしていくとか、そういうのはね、もうないですね。これも僕がね、この、考えになってるところを後押ししてるところではあるんですけれども、とりあえずこのあたりが、ミックスボイスは、地声である、バランスが取れた、ただのいい地声、みたいなものであるっていう認識をしていく上でのポイントだと思ってます。もう技ではないということ。技ではないから、切り替えるという意識もないということ。これちょっと話のベクトルが違うから2個って数えてるかわかんないんだけど、まあ、なんか、核となってるのがこの辺なんですよね。で、僕が、じゃどうやって今のミックスにたどり着いていったのか、っていうところのお話なんですけど、まあ、他のね、動画でもお話はさせてもらってるんですけども、これもね、すごいシンプル。もうなんか、すごいシンプルにやっぱ考えるのが大事だと思ってて、まずは、ちゃんとした地声を練習してください。地声が出てない人、めちゃくちゃ多いです。それから、裏声も、クオリティを上げてください。もうこれに尽きると思います。なんかね、息っぽいでしょ。これって地声じゃないんですよ。地声ですけど、息が抜けてしまってるので、クオリティが高くないんですよ。重いでしょ。これも、クオリティが高くないんですよ。これがいい状態なんですよ。クオリティが、まあ、自分でもなんだけど、まあ、クオリティが、まあ、そこそこね。そこそこ高いんですよ。これがミックスになっていくルートの地声なんですよ。で、これだけ練習しててもダメで、裏声のクオリティも上げる必要があります。ちょっと皆さんも一緒に裏声出してってほしいんですけど。はぁー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 。出ます？はぁー。これ今ね、C5 まで音階上げてったじゃないですか。音色が、どっかで変わっちゃったりとか、ちょっとつまずいちゃったりとか、ガサッとしたりとか、しませんでしたか？あとは、息の量が、ちょっと増えたり、あるいは、
減ったり揺れちゃったりしませんでしたか。そうなってるとクオリティの高いミックスはもう難しいかもしれないです。もうこのしっかりと自立した芯のない裏声、なんかね、あーあーみたいな、あーみたいな、あーみたいに、こういうキンキンした裏声とかも今みたいにこうノイズが乗っちゃったりとか詰まってきたりとか音量がちっちゃくなったりとかね、ちょっと張らないと出なかったりするので、これも違うんですよ。もう本当にね、ファルセットの、この何にもないファルセット、これをとにかく練習してください。でね、こいつらを作るのにはめちゃくちゃね、もちろん時間がかかります。僕もさっき言った通りもう何年も何年もかかりましたし、だしもっと磨けると全然思ってます。でこれがね、できる気がしない人っていう段階の方も全然いると思うんですよ。ダイヤを磨きたいけどそのダイヤすら持ってないぞという人も全然いると思うんですよ。でそれはブレスなんですよ。息です。息が吸えてない、息が吐けてない、こういう人もめちゃくちゃいらっしゃいます。なので基本的なところで言うと姿勢とかね、ブレスとかね、もう姿勢がねもうこんなんなってたら、まあ、極端ですけど出ないんで、ちゃんとこう軸を取ってあげて姿勢を作ってあげて、でブレスの練習から入るような感じ。上辺で息吸って、上辺で吐いちゃってないですか。しっかり吸って、しっかり吐く、これがこういう基礎的なことができるかどうか、この辺をちゃんと確認してあげてみてほしいです。これができてることを確認してから地声に入ったり裏声に入ったりしてあげてほしいです。でこの地声と裏声のクオリティが揃えばミックス、こうさっきね冒頭言いましたけど、混ぜるっていう作業は必要ないと思っていただいて差し支えないんじゃないかなと思います。まあ、なぜならさっきも言った通り、このクオリティの高い地声ができてれば勝手にミックスに入っていけるんですよ。変わったように見えましたか。何か技を使ったように、何かを切り替えたかのように見えましたでしょうか。ただ上がっただけに聞こえませんか。だし僕もそういう感覚なんですよ。これね、補足としては、裏声もやらないといけない理由としては、この裏声をしっかりと作れてる筋肉の稼働もないと、そもそもこのクオリティの高い地声の状態も作れないのでっていう意味合いになります。っていうところで、今のところ僕は、この辺がミックスボイスの感覚かなって、今の僕の中のポリシーというかとしては思っています。あのミックスボイスで悩まれてる方って結構こう、なんだろう、思考ごと、ノウハウごと、なんかこう、なんかがんじがらめになっちゃってる人も多いと思ってて、どんな練習したらいいのかわかんないと思うので、一回ね、もうめっちゃシンプルにしてほしいんですよ。もう地声感覚なんだぞと。クオリティが高い地声でしかないんだと。それぐらいの感じでいいと思います。そのクオリティの地声をミックスにつながるための声を出すためには、正しい地声と正しい裏声とが出せる必要があるし、で、それらを混ぜ声です。していくような作業も別に必要ないし、で、そのためにはそもそもこう、ブレスだとか姿勢だとか基本的な部分は土台にあるけれどもっていうところになります。ぜひ参考になったら幸いですので、今回の動画良かったよという方は、グッドボタンとあとチャンネル登録まだお済みでない方はぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。